オーディフォースリープ。続きましてワイパー交換していきます。おう、これどうやって外すのかな。こう押せば違うか、こうかな。外れた。ここですね。ここがこのここが爪になってて抜け落ち防止になってますね。これがここにはまってて、ここはカッチャンとはめると。で、外すときはこの爪を軽く押してやれば外れるというような仕組みになっているみたいです。ではこのブレードをゴムですね、交換していきましょう。汚ねえな。これまずリアドワイパーですけども、替えゴムはどうやら GR41300mm のやつでいいそうです。ぴったりですね。で、それからフロント用は GR10475mm というのが左右ともそれみたいです。ではこれ外していきましょう。どうやって外すんだろうな。これ左右ともこうやってなんかあるね。どうすんのかな。そんな難しい止まり方してないと思うんだけど単純にこんだけだ。はい、抜けました。引っ張るだけですね。全く同じじゃないんですよね。 V 字型というか Y 字型のやつがもうなくなっちゃってるんですよね。この車は何が嫌かっていうと、バックギアに入れると自動的にリアワイパーが動き出すような設定になってるんですよね。それはなんかどうなんだろうと思うんですけども、まあしゃあないですよね。そういう設定になってるんで。まあただ差し込んでいくだけです。で、こっちはこう入れると。はい、入りました。あ、これ何だったんだろう。まあいいや、これでいいかもしれない。ここがちゃんとはまってないんだよね。ちょっとはまらない。もういっか。よし、これで完璧だろう。これ OK ですね。よし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 。そしたらこれを取り付けると。汚ねえな、しかし。ちゃんと、はい、OK、 OK、 はい、じゃあ次前行きましょう。フロントは普通のユークリッドですね。普通こうなってますよね、T1 型にしますと。そうするとここにこんなのが現れると。で、ここに爪があって、これを押さえながら、このワイパー全体を下に下げていくような感じになります。爪を押さえながら、こう、ワイパー全体をこっちに押していく感じ。そうすると、外れます。はい、外れました。で、ワイパーブレーキをバターンって急に倒れたときに、ガラスを割る可能性があるので、ゆっくり静かに寝かしておきます。こっちも同じですね。ワイパーブレード立てます。 T 字型にします。ここの爪を押しながら全体を下げていくと、ずっと外れます。はい、ではこのブレードをブレードを交換していきます。こっちはもっとシンプルな感じだな。
ただ単純に押せば片っぽ外して、そしたらスルスルと抜けていく、抜けていかない、これでいいのか。はい、抜けました。こっちにストッパーがあるので、こっちが、こっちを最後に入れる感じにすればいいんだな。だからこうやって入れるべきなんだよね。そしたらここに、溝があるので、ここまでやればもう抜けなくなるということですね。はい、これで1個終わりです。次こっち行きましょう。ここにストッパーがあるので、こっちに抜いていくような感じになるはずです。よいしょっと、はいはい、瞬殺で抜けました。こっちから入れていきましょうか。ここですね、ここの溝を2枚ちゃんと行くようにすると、はい、入った、入りましたね。そしたらこっちも、はい、なるほど、はい、OK で、これで両方できました。綺麗なワイパー、手でいくのは汚いのでね。じゃあこれをあとは元に戻していくだけです。車検整備というか、これで今日やろうと思ってたメニューが終わりですね。あとタイヤ履かして終わりです。次のお休みに予約をしてユーザー車検を受けてきました。ユーザー車検の受け方についてはテリキのユーザー車検の動画をご覧ください。諸経費を支払い検査ラインに入りました。サイドスリップも工事機も一発合格、もう勝ったも同然。俺もユーザー車検に慣れてきたなとか思ってました。ところが最後のボディの検査に引っかかったのです。なんとホイールのナットが一つ緩んでました。一旦コースを出て車載工具で締め直し、検査官に再び確認していただきました。そして合格できました。やれやれ。皆さん整備はくれぐれも完璧にしましょう。